自民党、野党第一党の立憲民主党、それぞれの言い分とか議論とか、そういうのを聞いてると、もう立憲民主党はやっぱり日本の国にはいらんと、もう誰しもが思うからね。で、やっぱりこう自民党になってることは100点満点じゃないけど、まあマシやし、まあ会うてる時は協力してあげたらええんちゃうかということが、まあ我々がこう与党の補完勢力やと言われるところやけど、まあ間違うてむちゃくちゃやってる立憲民主党につくという道も取られへんしありね。えないですね。まあ、まさにその点はこの間本会議場で私も申し上げたことで、いや我々は是々非々だけど、いや自公か立教、民教かって言われたらね、もう自公に決まってるやんということやけど、本当の意味で自民党公明党に対峙して、プラン彼らのプラン A に対してプラン B をぶつけていける自民党公明党の真の競争相手は我々維新の会、立憲共産じゃなくて維新の会であるという自負を僕らは持ってますよね。だから、まあ、1回目の選挙、我々デビューの時の1回目の選挙で当選したのが54人で、まあ、次の選挙を減ると、今、まあ11人やから、11人よりは増えるやろというね、ことが、まあ、下馬評としてあるけども、まあ、そうやってまた大きくなってくると、またその最初の54人の時とかもそうやけど、そうやっぱそりこう外から潰されてんねんね。だからまた、まあこう次の選挙が終わって、そこそこの頭数が揃うと、またこう中に手突っ込んできて、う。いろんなことされるからそう。そうですね。ね。だから本当に団結するというか、変な意味じゃなくて、本当の意味で日本の政治の未来のために、この維新という船がいかにその貴重かということを、僕ら自身がやっぱり分かってやらなきゃいけませんよね、これはね。僕よう言われるんですよ。そうやって共産党を批判するとね、いや自民党入れてほしいんやろって言うけどね、絶対そんなことないよね。だって馬場さんなんかさ、自民党蹴飛ばしてきたんやから。大阪ではミスター自民党と言われてたけど ねえ、そのミスター自民党が大阪自民党大阪府連を蹴飛ばして、今があるんだから、こうなんか自民党に入れてほしいとかもうナンセンス極まりなくて、それやったら出えへんからね、自民党からでね。僕もね、自民党に入れてもらったと思ったらいつでも入れてもらえるんですよ。いや、入れ分かてる、くれるの？そんなことないかもしれん衝けど、撃発表いややいやいや、そやけど、だって自民党だけでは日本の政治の未来はないわけですよ、ないですよ小選ね。挙区制で。だから本気でやっぱり自分の身を賭して仕事をしていく上では、やっぱり維新という船が希望、僕にとっても希望だし、有権者の皆さんにとっても希望で、あり得るような、あり続けるようにしていかなあかんと思いまとすいうこよとですね。な。まあ、ほんでやっぱり自民党っちゅうところはなかなか老獪な政治家多いからね、党の中がこう賛成に傾いてても、党内ではそういうことを反対の意見言うと切られるから、こうよその党を使ってこう反対させるとかね、むちゃくちゃ上手やから、やっぱりね。彼、自民党って本当怖いですよ怖ね。い。今みたいな、そういう採決する、その議員立法とかね、そういうことでも、そうやって手回してやってくるし、あれでしょ、最近いろいろあるじゃないですか、お金、政治と金、あれもまあ正直そんな感じやんね。いや、まあそうやね、要は権組織の力闘中争の。で、要は立憲民主党が偉いからなんか悪いことを探してきて与党を追及してるんじゃないんです。立憲民主党、維新以外の野党は文春読んでるだけですから、文春、今春の文春読んで追及してるだけだから。だから本当にああいうやばいやつは自民党のの権中力から闘争のの中でリークやね、あれ。リークされてるわけですよ。馬場さん、ここだけはリークしやがないよ 大丈夫かな もうお時間ということで、今日第1回目のスペシャルゲスト、いや、足立康衆本当ね、一回目に呼んでいただいて光栄でした。いえまた呼んでください。いえ、呼んでくれる？それはもういいと思う。